2万の天下軍にたった500の兵で喧嘩を打ったデクノボーがいた。はい、お主がもじもじしておるからわしが行ってやろうぜ。やりましょう。やっちまうか。あいつ死ぬ気だ。ノボーの城。まもなく公開の映画ノボーの城。放て。圧倒的なスケールで描かれる2012年最大のスペクタクルエンターテインメント超大作。つけー。500に対し2万の軍勢で挑んだ豊臣秀吉、天下軍の大胆不敵な戦い、決壊させやー。驚天動地の作戦水攻め。水に沈んだお城を相手に天下軍はなぜ追い込まれたのか。石田三成が見誤ったノボーの正体とは。今回は歴史に名を残した武将揃いの天下軍をフィーチャー。攻略映画ノボーの城の世界、大地を揺るがす天下軍の戦いを見よう。今から400年前、石田三成に一手の大将を任せ、武州お市場を攻め、これを叩き潰せ。まこと我に2万の軍勢を。石田三成に武勇あれと世間に示せ。天下統一を目前にした豊臣秀吉は石田三成に手柄を持たせるため、敵対する北条方の勢力の一つ、現在の埼玉県行田市に位置する御市場に出陣を命じた。所詮は田舎次郎よ、2万の軍勢を見ただけで腰を抜かすわ。湖に城が浮かんでおる。浮き城とも言うそうな。まこと水に浮くか試してみるか。息巻いてお城に攻め入る三成だったが、実はこの戦、戦わずして勝負はついていたのだ。すでに成時は内通の旨知らせてきておる。お城はすでに下っておると。頼むぞ、必ず佐吉に武功を立てさせてやってくれ。しかし事態を変えてしまったのは、お城に軍師として入ったこの夏霞正家。和戦いずれかを聞こう。戦と申すなら我ら2万の兵が揉み潰す。はよ、遠投せ。じゃあ朝飯を食うとおらね。今決めた。戦いまする。2万の軍勢を相手に戦すると申すか。正家の嫌な態度にムカついた御市場軍の総大将ノボーこと成田長親が決めていた降伏を覆したのだ。坂東武者の槍の味存分に味わわれよ。そうか、戦うと。手柄が少なく武勲を上げたい三成の思惑通りの結果に。試したのか。まさに翌日に使わせたもお城の者どもの少年を試さんがための企てか。こうして2万対500の圧倒的有利な戦いが始まった。さあ天下人の戦をしよう。がしかし、やられた。決まるっぽうじゃ。まさひえ、おお、打ち破れ。この長野口を攻めた。ふうわしら。しまった、敵に兵士並みがおる。お城軍の武将の奮闘とその奇想天外な作戦に苦戦を強いられる天下軍。退くか。所詮は負けだ。まるで野伏どもの戦じゃん。三成は水攻めに決しましたぞ。なんじゃと。それは8年前、備中高松城攻めの時に秀吉が見せた驚天動地の作戦。決壊させよ。俺はこんな
壮大かつ豪気な戦がしてみたい。そんな憧れを抱いていた三成、死力を尽くして戦う敵に圧倒的な武力と銭で臨む。望みを果たせ。決壊させや。本丸を残し水に沈んだ忍城城では、わしが無理言うて戦にしてしもうた。ごめん。ロボが泣いてる。エイカエイカオー、エイカエイカオー、エイカエイカオー、エイカエイカオー。この城を敵に回したは間違いか。そしてノボーは、なんじゃあれは。敵も味方もあの者に見せられておる。わからんのか。下手に手を出せば窮地に追い込まれるのは我らの方じゃ。撃て。たった500の兵で応戦する忍城を、2万の軍勢で攻め入った天下軍。その面々は歴史に名を残した武将揃い。総掛かりにて城を攻める。2万の軍勢を率いる智将でありながらも戦の手柄は乏しい石田三成。上地はこの前の年、大河ドラマで石田三成を裏切った戦国武将小早川秀明を演じたという不思議な巡り合わせ。その次の年にまさか石田三成もやるということで、最初お話を聞いた時びっくりしましたけど、もう本当に上地雄介しかいなかったという石田三成を見せつけてやりたいと思います。お楽しみ。気を逃すな。つけ。強き者には弱く出る、そういう男だと申しておるのだ。三成と熱い友情で結ばれている冷静沈着な大谷義継。山田が演じたのは理に転ばず義に生きた武将として、武将ファンから高い人気を集めるキャラクター。かっこいい役だから楽しんでやりたいと思います。カイトが持つ姫がおるな。それを殿下に差し出すよ。弱気をくじき強気におもねる傲慢な武将夏霞正家。今回の登場人物の中でも一二を争う癖の強さ、それは兜にも表現されているそうで。みんなね、ここにいろんなのがついてるんですよ。僕は蛇が善にを加えてるっていう嫌なやつ嫌なやつ感を思いっきり出していきたいと思います。ちなみに漆黒の魔人忍城軍、丹波はドクロ、そしてノボーは田んぼの象徴カエルと個性的。所詮は田舎次郎よ。天下統一を目前にした戦の天才、時の関白豊臣秀吉。決壊させよ。あまたの俳優が演じてきた豊臣秀吉を市村はどう演じたのか。すごいテンションの高い男で、朝早い撮影の時はね、いきなり大声でやるもんでちょっとクラクラっとしましたけども、若者たちの間に混じって、一生懸命、頑張っております。こちらは天下軍の撮影現場。エキストラの数の多さに甲冑をつけるスタッフも手一杯ということで、できることはと自ら甲冑をつける山田と平。ところが上地だけ、いい加減着方覚えなよいつまでやってると思ってんだよ。違いますよ慣れたもんですか。もういつも着てますから、ね、そんなチームワーク抜群の3人にインタビューを敢行。ノボーの城の魅力とは。あんま歴史全然詳しくなくて知らないんですけど、すごくいいきっかけになりましたね。すごく面白くて、武将とかもそうだし、その歴史にすごい興味が湧いてきたの で作品としてもすごく分かりやすいじゃないですか。だから小学生とかでも全然見れるだろうし、そういう歴史のあれに入っていくのにすごくいいじゃないかなと思います。スケール感というか、北海道でもなんかすんごい大きなところで合戦して、水攻めのところも撮ったんですけど、
やっぱおーすげえなーっていう感じはしましたね。水攻めの写真あそこのほら大きなところにこっちにポテトであったじゃないですか。あ、北海道、北海道ですごいですよ思い出した思い出した思い出しました。めちゃくちゃ規模がす、東京ドーム何個分でしょう、20個分じゃなくて、それはこっちね。戦闘シーンの多くが撮影されたのは北海道苫小牧に作られた超特大セット。その一角に設置された特殊装置で再現されたのが三成が取った戦術、水攻め。三成は水攻めに決しましたぞ。石田三成が行った水攻めとは、忍城周囲に長さ28キロの堤防を築き、河川の水を引き入れて城を沈めるという実際に行われた驚天動地の戦術。決壊させ。水攻めのシーンの撮影に使われたのは水落としと呼ばれるこの特殊装置。沼から吸い上げた18トンの水を10メートルの高さから一挙に放出。これが最初のテスト。よーい、はい。あまりの水の勢いにスタッフも大慌て。そして本番、用意されたのは忍城のミニチュア。よーい、スタート。これらの映像が合成され、日本映画史上初大迫力の水攻めシーンが完成した。どう出る忍の城の強者どもよ。勝利を確信していた三成、そこにノボーが思いもよらぬ行動に出てくる。うわあ、これよりお見せするは天下踊りじゃ。何をしようというのだ。これはますます面白きやつら。水攻めなど平気だと申したいのじゃ。ノボーの狙いとは。敵も味方もあの者に見せられとる。明らかに勝機じゃ。そして最後に待ち受ける予想を超えた結末とは。撃て。戦います。天下の豊臣秀吉に喧嘩を売ったデクノボー、2万対500の戦いが圧倒的なスケールで描かれる2012年最大のスペクタクルエンターテインメント超大作、ノボーの城。11月2日公開。